の一実は、神奈川県小田原市出身の元競輪選手。現役時は、日本競輪選手会神奈川支部所属。神奈川県立はしがら高等学校を経て、日本競輪学校に、第53期生として入学。同期には後に、プロ世界選手権スプリント銀メダルの田原信幸や、現在タレントとして活動中のスザンヌのまま父である、藤本博幸などがおり、 史上最強軍団と称された。プロデビューは1984年5月13日の竹尾競輪場で初勝利も同日。また同開催では完全優勝で飾っている。7ヶ月後の11月には小田原競輪場にて S 級特進を決め、昇級直後には S 級シリーズを3場所連続で優勝する。そして1983年から行われた 経輪プログラム改革構想では、最短期間及び最年少20歳でトップクラスの S 級一般へ昇格を果たし、前途は有望視されていた。1988年突如、厚生労働省が指定をする特定疾患の一つで、ある難治性消化器疾患のクローン病を患う。この病は1988年当時約5000件の 医療受給者症候補数であり、2004年現在の約2万3000件と増加傾向にある医療受給者症候補数に比べると、当時は症例が少なく原因不明の炎症成長疾患であった。この病気は特に食事と運動において厳しい制限があり、1989年に地元の下月園競輪場で開催された日本選手権競輪で姿を見せた後は、 長期の休養を強いられ、関係者から選手生命危機と囁かれた。闘病生活1年8ヶ月のブランクを経て、1991年の前期から永久三班としてレースへ復帰し、直後に出場した前橋競輪場ではシリーズ優勝を果たした。クローン病の多くは患者が若年層で発病し、特に運動及び食事等を厳しく制限をされていた。 ことから、競輪選手など、一般的にハードなトレーニングを必要とされている、職業での復帰は、前例がなく、このことは、IBD 患者や、医療関係者にとって、希望でもあり、朗報となった。この復帰直後の活躍から、S 級復帰は確実視されていた。しかし、感知困難の疾患であることから、病状の具合が成績を左右するようになり、 休養トレースへの復帰を繰り返していたことから成績不足などで S 級への復帰は叶わず、やがて再び病状の悪化で長期休養となり、最終的には再度の復帰は叶わず2000年1月7日に選手登録少女となってしまった。ありがとうございます。